私の名前はユキナ、30歳の会社員。夫の翔太と結婚してから3年が経ち、私はつい最近妊娠した。しかし妊娠後に体調が全く優れず、私のことを心配した母が様子を見にしばらく付き添ってくれていた。だがそれでも体調が改善する兆しが見えなかったため、妊娠8ヶ月の時に実家に里帰りすることに。正直な話、実家への里帰りはあまり私が望んでいることではなかった。というのも、私の地元はとても田舎で、今住んでいる東京からかなり離れている。それにコンビニやスーパーなどに行くにも車が必要な地域なので、産婦人科に行くだけでも1時間ほどかかる。もしいきなり何か起きたらと思うと、ちょっと落ち着かないのだ。しかし夫の翔太はやたらと私に里帰りしたらと言ってきた。というのも、私の母がずっと家にいるというのが夫にとっては少し面倒だったらしい。食事の時はいつも気を使って話さなければいけないし、私が気にしないと言っていても夫にとっての義母がいる状態で嫁の前で酒を飲むことは気が引けるとのことだった。仕事で疲れて帰ってきてもソファーでぐでんとできないし、見たいテレビも気を使ってチャンネルを独占できないしと愚痴をこぼしていた。私は別にお母さんも気にしてないと思うけどと言いながらも、ちょっと意地悪に、相手の親との同居って気張るでしょ、だから私はお母さんたちとは同居しないからねと言ってやった。私にとっては出産までこの状態で暮らしたかったのだが、私が一時切迫流産になりそうになり、やむを得ず実家に帰ることに。無事に出産は終えたのだが、なかなか体調が戻らず、私が自宅に帰ったのは里帰りしてから4ヶ月も経った後だった。久しぶりの我が家、いやーやっぱり落ち着く。ソファーに腰掛ける。うんうん、この座り心地。そして使い慣れたキッチン。やっぱり私仕様に調理器具が配置されているからスムーズに動ける。実家よりもこの家の方が自分にとっては住みやすくなってるなぁと改めて思った。子供が泣き出したので慌ててミルクをあげて落ち着かせる。さて、寝かしつけたら衣服の整理やら何やらしないとな。そういえば4ヶ月も家を空けたのに、結構家の中は綺麗だな。夫は私と結婚してからほとんど家事をしていなかったので、帰ってきてからゴミ屋敷にでもなっているんじゃないかとちょっと不安だったのだ。でもゴミ出しは毎回ちゃんとされているみたいだし、掃除も行き届いている。やればできるじゃんって思ったと同時に、今後は私は子育てに追われるから夫にも家事をやらせようと思いついた。そんなことを考えていると子供が寝たので、私は自室に行き荷物をしまおうとした。そしてクローゼットを開けた瞬間、何か違和感を感じた。あれ？なんかバッグ少なくない？クローゼット内をくまなく見たが、明らかに持っているバッグの数より圧倒的に少ない。え？どういうこと？しかもなくなっているのって高級ブランド品や限定品ばかりじゃない。なんと総額200万ほどのバッグがなくなっていたのだ。私は慌てて家中を探した。しかしどこにも見当たらない。夫が何か知らないかと思い、何度も電話するが繋がらない。どういうことかとパニックになっていると、母から電話が来た。無事に着いたかい？お母さん、私のバッグがない。ええ、電車にでも置き忘れたのかい？違う、そうじゃなくて、私の部屋にあるバッグが何点もなくなってるの。しかも高級なものばかり。ええ、それって泥棒じゃないの？え？私は母の言葉でそうだと思い、警察に電話することに。その後警察が駆けつけて、私は状況を説明。
警察は家の中をくまなく探し、クローゼットなどに残っている指紋を取っていた。警察の人といろいろと話をしていると、ちょうど夫が帰ってきた。え、何事？なんで警察がうちに？あ、翔太、ちょうどよかった。私のバッグが何個もなくなってて、多分空き巣だろうと思って警察呼んだの。すると夫は目を見開いて怒り出した。何勝手に俺の許可なく警察を呼んでんだよ。え？だってあなたに何度も電話したのに繋がらなかったじゃない。夫は一瞬気まずそうにしながら警察の人に近づき、すいません、家のことなんで、あとは俺たちで何とかしますからお引き取りくださいと言った。はあ？何言ってるのよ。総額200万ほど盗まれたのよ。これは完全に犯罪じゃない。すいません、警察の方、引き続き捜査をお願いします。警察の方は分かりましたと言って一旦引き上げていった。どうしてあんなこと言ったの？家に入り、私は夫に問い詰める。警察なんか来て近所にあれこれ噂されたら困るだろうが。はあ？意味わかんないんだけど。私たち何もやましいことなんてしてないし。だいたいさ、あんな古いバッグなんてどうだっていいじゃんか。どうせ売ったって大した額にはならないだろう。ったく、本当女ってのはなんでこうも物に執着するかな。何言ってるのよ。私が少しずつ給料を貯めてやっと手に入ったバッグもたくさんあるのよ。大事に長年使ってきたんだから愛着もあるし、そんな簡単に手放せるものじゃないのよ。あなただって大事にしてる高いゴルフクラブが盗まれたら冷静じゃいられないでしょ。それと一緒よ。そこで私ははっと気づいた。ゴルフクラブは玄関前に取りやすい位置にいつも置いてある。それは夫がよく接待などでゴルフに行くからだ。もし本当に泥棒が入ったのならゴルフクラブも盗むはずじゃないか。それにリビングには私は指輪やアクセサリーなどを棚の上に置いている。それらが盗まれずにどうしてバッグだけ。よくよく考えるといろいろと怪しい。他の部屋が全く荒らされていない。これじゃまるであのクローゼットだけを最初から狙っていたということじゃないか。ねえ、もしかして空き巣なんかじゃなくてあなたが犯人なんじゃないの？は？だっておかしいもん。家が荒らされずに私のクローゼットの中のバッグだけ取られているなんて。パッと夫の方を見るといきなり目の前に拳が飛んできた。その拳は私の口元にクリーンヒットし、私は唇から血を流した。え？あ、いや、そのお前が悪いんだぞ。俺をまるで犯罪者のように呼ぶから。え？何？殴るってことはなんか隠してるの？そんなわけないだろ。そう。それじゃあ暴行罪としてまた警察呼ぼうかしら。待ってくれ。俺が悪かった。二度と殴らないから許してくれ。そう言って土下座をする夫。もういい。子供と一緒に寝るわ。私はあまりにも腹が立ちすぎて怒りでおかしくなりそうだったので、その場を離れて少し冷静になることにした。警察からの連絡を待とう。それからだ。数日後、警察から連絡が来た。同じ指紋はクローゼットだけでなく、ベッドの上のシーツや枕にもたくさんあり、他にもマグカップや食卓テーブル、椅子などあちこちにあったとのこと。あと、近所の聞き込みをしたところ、見知らぬ女性が出入りしていたとの情報がありまして。え？なのでこれはただの窃盗じゃないと思います。ご主人が何か事情を知っているかもしれません。ありがとうございます。これで全ての合点がいった。つまり夫は私が里帰りしている間に女を連れ込んでいたのだ。その日仕事から帰ってきた夫を私は問い詰めた。見知らぬ女が出入りしていたって警察の方から連絡があったけど、どういうこと？え？女？そんなの知らないよ。もしかしてそいつが空き巣なんじゃないのか？
女性の空き巣なんて珍しいけど、現代じゃありえるしな。うん。そう。じゃあこのまま警察に捜査してもらって、この辺の道にある防犯カメラも見てもらおうか。そしたら怪しい人物をピックアップして指紋を調べれば犯人にたどり着くもんね。それで警察に逮捕してもらえば万事解決だわ。何、家に入っていた女性を特定されるとあなたが困ることでもあるの？いや。じゃあ早速警察に連絡してと。ちょっと待ってくれ。何？ごめん、全部話すから警察だけは連絡しないでくれ。そう言って夫は気まずそうに事の経緯を話し始めた。夫は私が里帰りをしてから会社の後輩とそういう関係になったらしい。会社での飲み会の時に私が里帰りしていることを話すと、不倫女が家に来たいと言い出したんだとか。それであっさりと家に招き入れたの。だってお前妊娠中もずっと俺の相手してくれなかったし、それに里帰りだって4ヶ月もしてたじゃないか。人肌が恋しかったんだよ。それで私のバッグがなくなったのはどうして？それは彼女が欲しいって言うから。毎回会うたびにあげてたら気づいたら結構な数になっちゃって。ありえない、あんた最低ね。ごめんなさい。今すぐその女呼んで。え？呼ばないなら窃盗罪としてその女を訴えるわ。わかった。その後1時間ほどで不倫女がやってきた。一体何ですか？突然呼び出して。あんた私のバッグ返しなさいよ。はあ？あれは翔太さんが私にプレゼントしてくれたんですよ。あれは私のものなの。翔太に勝手に人にあげる権利はないわ。そんなの知らないわよ。私に罪はないわ。そう、じゃあこのまま警察に突き出すわね。ちょっと待ってよ。話聞いてた？私は別に盗んでないって言ってるでしょ。でもクローゼットを漁って目ぼしいものを手に取ってほしいって言ったんでしょ。あちこちにあなたの指紋が出ているから言い逃れはできないわよ。そんな。分かったわ。返すから警察には突き出さないで。とりあえず不倫女からバッグを返してもらえるということで、その日は話し合いは終わりにした。しかし後日、不倫女が持ってきたバッグの数は明らかに私が持っていた数より少なかった。どういうこと？もっとあったでしょ。それはなんとすでに半分ほどネットオークションで売っていたらしい。ありえないわね。売った分については被害額分を賠償してちょうだい。そんな。それじゃあ警察に行く？もういい加減にしろよ。彼女を苦しませないでくれよ。ユキナ、俺はもうお前にはうんざりだ。離婚してくれ。俺は彼女と一緒になる。翔太さん、私も翔太さんと一緒になりたい。なんだこの茶番は。ああ、そうですか。好きにしてください。でも慰謝料を払ってもらうから。もちろんだ。売ったバッグの分のお金も俺が支払う。だからもう関わらないでくれ。なんで私が迷惑をかけている方な扱いを受けなきゃいけないんだ。アホらしいと思いつつも、できる限り成敗してやりたいと思い、私は優秀な弁護士を雇って準備を進めた。それと同時に不倫女の身辺調査も更新所に依頼した。すると面白いことが分かった。なんと不倫女は他にも何人かの男がいたのだ。私は様々な武器をもとに元夫に慰謝料と養育費を請求。弁護士の方が出した額はこれね。え？1800万？子供の養育費は一括で支払ってもらうから当然よ。そんな。それにしても多すぎないか？ああ、私を殴った分の慰謝料も上乗せしてるから。もし払わないなら被害届を警察に出して内容証明を会社に送ろうかな。それだけは勘弁してくれ。そりゃそうだよね。
大手企業に勤めてたらイメージが全てだもんね。あともう一つ、あんたが再婚するあの不倫女、他にも男いるみたいよ。え？なんかしかも全員既婚者らしくって、奥さんたちからあんたの再婚相手に対して慰謝料請求されてるみたいよ。私のも合わせたらまあ1500万ぐらいは言ってるんじゃないかしら。そんな、あいつに他に男が。そっちかよ、お金じゃないんかい。心の中でそう突っ込みながら、私はショックでうなだれている元夫を横目に喫茶店から出た。その後無事に慰謝料を支払ってもらい、私は大金を手にすることができた。ちなみに不倫女が奥さんたちから慰謝料を請求されているのは私の差し金だ。更新所に依頼した調査結果を私は不倫女と関係を持っている男たちの家に送りつけたのだ。現在元夫と不倫女は借金まみれの状態で貧しい生活を強いられているらしい。そんな状態だから職場から不倫についてものすごく冷たい目で見られても、それに耐えながら働き続けるしかなく、ストレスでどんどん見た目が老いていっているとのこと。元夫の会社はイメージを大事にするので、元夫の出世はもう見込めないらしい。本当ざまあ見ろって感じだ。一方私は産休を終えて仕事に復帰し、シングルマザーとしてバリバリ働いている。養育費は支払ってもらっているし、それなりに収入もあってお金の心配はない。今は毎日成長していく子供の姿を見るのが幸せで仕方がない。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。